あ、この若手スタッフダメだなと思う言動は何ですか <laughs> あこの若手スタッフダメだなと思う言動は何ですかこれを答えちゃうとまたお前偉そうだなって思われるかもしれませんが。 ええと、そうだな。まあ、この若手ダメだなと思うのは、これ結構僕の会社に限らず、どこの会社でもそうだと思うんですけど、あ、こういう若手ってダメだよねっていうのは何かっていうと、あの、怒られた時にシュンとするっていう若手ですね。<laughs> これはですね、もう世の中の全若手スタッフが分かっておいた方がいいと思います。怒られてシュンとするなんかもううんこですね。<laughs> あの、基本ですね、上司って怒りたくないんですね。まあ、上司じゃなくても、同期でもそうですよね。友達関係でもそうですよね。怒りたくないですよね。だって、あのー、仲良く一緒に進んでいきたいじゃないですか。でも、あの、そういうことしていると、チームにとって良くないし、えー、その人にとって良くないし、あと何よりですね、ここも、あの、ちゃんと出した方がいいですね。自分との、私との、僕との今後の関係も悪くなるから、えー、それは言いたくないけど、言わなきゃいけない時ってあるじゃないですか。それやめませんっていうのとか、 そういうのって、あの、今後の僕たちの関係のこと考えたら、あの、あまり前向きな判断だとは思えないから、それはやめようよっていうのって、言いたくないけど言わなきゃいけないことってあるじゃないですか。でもその時にですね、言った時にですね、しゅんとされたりですね、最悪へそを曲げられたりなんかするとですね、もう勇気なくすんで、でもうだったらどうぞ勝手にやってくださいって思っちゃう。すねるなってことですよね。で、僕ね、あの、一番最初に、えっ、ー、と、できた先輩がですね、ロザンの菅さんだったんですけれども、 もうね、当時は本当にね、毎日怒られたんですね。毎日もブチギレられて、もう怖かったな <laughs> でももちろんですね、菅さんも怒りたくないじゃないですか。だって僕、菅さん、こんなこと言う、怖いから言うのはあれですけど、菅さんと仲良かったんで。だからその仲良い,い後輩を叱るとかやりたくないじゃないですか、菅さんも。それはもうすごくよく分かったので。なので、えっ、ー、と、怒られた後は、これ決めてたことは一つあって、えっ、ー、と、怒られた後はですね、必ずですね、 自分から話しかけるようにしました。バッて怒られて、お前これやめとけよすみませんでしたって言って、次の一言ですね。次の一言。だからもう話題を切り替えて、次の一言。すかさん、すみません。あの、今度っていう、この次の一歩を絶対に自分から行くっていうふうにしました。もうそうするとですね、えっ、ー、と、怒った後もですね、怒られた後もですね、雰囲気が悪くならないから、また僕が下手をこいた時は、えー、怒っていただける、叱っていただけるじゃないですか。 あまあ、どう考えたってそっちの方がもう成長しますよね。だってダメなことはダメって言われた方が絶対いいわけだから。なので、絶対に、あの、怒られた後は雰囲気を悪くしないようにですね。必ず自分から、えっと、歩み寄るっていう。一歩目は絶対自分からっていう。 で、これ、怒られたときは、あとは自分から話しかけて距離を詰めるっていうのは、もう昔からずっとやってますね。僕、実はあんまり、えっ、ー、と、先輩にですね、カジャラ君が怒られてることってことよく見たんですけど、あんまり先輩芸人にこう、ガッて怒られることってあんまりなかったんですけれども、でも、例えばそうだな、昔、えー、ここにこの遠藤さんに怒られたときとか、えー、あとが品川正あの,の品川さんに怒られたときとかも、もうすぐにですね、あ、すみませんでしたって言った後に、 で、品川さん、あの、今度ちょっと、飲みに行きませんみたいなことをもう自分から話しかけるっていうように、えー、していたんですけども、それすると、なんか皆さん優しかったですね。まあ要するにだって人格を否定してるわけじゃないから。その、例えば遠藤さん、品川さん、鈴川さんが、お前それやめとけよっていうのっていうのは別に僕のことを嫌って言っているわけではなくて、そういう行動は良くないからやめとけって言ってその、ちゃんと問題と人格をちゃんと分けてくれるんで。なので、すいませんでした。もう気ぃつけますって言って。 え、ちょっと、そんなことに飲みに行きませんかっていうのは、別に、そうするとこう、行ここ行こってなるじゃないですか。で、普通のあの話に戻るんで、なので、えー、これ結構やってますね。あの、むしろそれをすると関係が良くなるので、その怒られた後のですね、クリンチ。<laughs> この、距離を詰めるっていう。抱き、怒られた側からこう、抱き、抱き、抱きに行くっていう。<laughs> これ結構おすすめっすね。あの、後輩のあり方としては結構おすすめですね。僕は品川さんにもう極上のキャバ嬢だって言われてるんですけど。 <laughs> あの大事、後輩力はむちゃくちゃ大事かなと思います。えそんな感じです。なので、あの、怒られた後にシュンとするっていうのは、もう絶対ダメですよ。まあ、大人としてやっぱやっちゃダメだなと思いますね。その、落ち込んでるのはもう仕方がない。なんか落ち込むのは仕方がないとしても、怒った人の前でそれを出しちゃダメですね。もう怒れなくなるんで。それはもう絶対ダメだなと思いますね。それをする若手は、まあ、ダメだなって思います。<laughs>